犬飼内閣は、衆議院議員、立憲政友会総裁の犬飼武氏が、第29代内閣総理大臣に任命され、1931年12月13日から1932年5月26日まで続いた日本の内閣である。1931年12月13日任命。1931年12月15日任命。 1931年12月15日に任命、内閣発足当初、犬会の正居を伝える大阪朝日、新聞立憲政友会を中心とする政党内閣である。内閣発足当初、政友会は衆議院で174議席に過ぎない少数、与党政権であった。増将、高橋惠紀夫は、内閣成立後直ちに金融質債建主を断行。 金本位制を離脱し、管理通貨制度へ移行、さらに立憲民政党政権によるデフレ政策をインフレ政策に転換し、世界強行以来の不況への対策にやつぎばやに取り組んだ。結果的に景気回復への期待や満州事変、上海事変の戦勝なども政権への追い風となり、1932年1月の衆議院解散。 総選挙で301議席を獲得し衆議院で絶対多数を獲得した。満州事変の後、1932年の3月1日、満州国建国が宣言されたが、犬会内閣はこれを承認せず、あくまで中華民国に対しての融和的姿勢を取った。しかし、これが荒木陸省をはじめとする行動派の反発を招き、同年5月、決命団の同志であった。 海軍青年将校によって犬飼いが暗殺され、宮中赤字の序列にのっとり大倉大臣であった高橋惠紀が内閣総理大臣臨時兼任市内閣を総辞職した。この事件以後日本は一気に軍国主義に傾倒していくこととなり、事実上戦前日本最後の政党内閣となった。ありがとうございます。